絶望ブリズ始めていくよ。なんでこんな声で始めてるかは教えないよ。では容疑者っていうかもうほぼ犯人じゃないかっていう人に話を聞いてみたいと思います。どうもさなえさん、あれなんか手にやばいもの持ってそうですね。これん、あそこにいる人は、あ、呪い殺してやるって今そう言いそうな感じのあれですね。てかさ、やっぱりさ、写真で見た時もそう思ったけどさ、おー、こいつの特徴的すぎるよな、これ、ゲゲ、鬼太郎みたいな色のマフラー。これ見たらさ、あ、これって、ってピンと来そうなものじゃないの、クラスメイトだったら。ねえ、あのマフラーって。あの写真に写っているマフラーと似てますね。似てるってか一緒じゃないの。ほら、黄色と黒のデザインがそっくりですよ。ほんとだな。あいつは確か同じクラスの。翼くん、今頃はふふふ。今頃はふふふってなんだお前。おい、サナエ。いや、話しかけただけじゃ。話しかけただけやで。お前、こんなところで何をしているんだ？何も、別にあなたたちには関係ないでしょ？あなたたちこそ、何のようなのよ？ふむふむ。何をじろじろ見て？やはり、どう見ても、このストーカーの写真とそっくりです。彼女が、翼くんのストーカー？ということは、彼女がドッペルゲンガーの可能性も。何を言ってるの？意味がわからないんだけど。これを見ろ。この黄色と黒のマフラーはお前だろ。お前が翼のストーカーだってことはもうわかってんだよ。知らないわよ。人違いじゃない？いや、どう見てもこのマフラーはお前のと同じじゃないか。それは。一緒に言えばさ、このマフラーからちょっと下に出てる髪の毛も一緒だったよな、見た感じ。まさか同じクラスメイトの中にストーカーがいたなんて。さない、お前が翼を襲ったんだろ。え、翼くんが襲われた？はい、つい先ほど無残な姿で発見されてたんです。そんな翼くんが。白状した方がいいんじゃないですか、サナエさん。自首すれば罪が軽くなるかもしれませんよ、サナエさん。犯人のサナエさん。私の大事な翼くんが。サナエさん、君は今までどこで何をしていたの？もしかしてその犯人が私だって疑ってるの？そうだよ、犯人のサナエさん。まあでも、君が翼くんに対してストーカー行為をしていて、翼くんに脅迫文を送っていたのも君だよね。どうしてそのことを。あ、そう、やっぱそうだったんじゃ。そうだったんじゃっていうかさ、隠さんのやな。嘘でもなんとか視野を切ろうとかはならんかったやな。じゃあ、認めるんだな。お前が翼のストーカーで、あいつを襲ったってことを。ちょっと待って。そもそも私はストーカーなんかじゃない。私はただ翼くんを守ろうとしてあの DM を送っただけよ。いや、それね、受けてからしたらさ、ストーカーに思われても仕方ないような感じかもしれんよ。いやいや、それを世間ではストーカーって言うんだよ。それより今あなた翼くんを守るって言いましたか？一体何から守るつもりだったんですか？それは、はっきり言ったらどうなんだ？あいつよ、あの危険な女。西村静香よ。まあ確かに危険そうなのは認めるわ。そうだよな、なんかバイオレンスだったもんな、パワフルだったもんな。静香さんって、
一体どういうことですか？いや、見ただろ、お前も。お前も見ただろ、あのちょっとバイオレンスなところあったん。しかし、細かいことちょっと詳細なことを、詳細をちょっと聞きたいな。もう少し繊細に、繊細にちゃうな。明確に知りたいな。どういうとこが危険なのか。私は、あの悪女から翼くんを守らないといけないの。なんか勘違いされてるようですが、実はあの二人はお付き合いされてるんですよ。だからなのよ。かわいそうな翼くん、あんなヤバい女に騙されちゃって。騙す？あの静香ちゃんがそんなことするわけないだろ。ふん、どれだから童貞は。童貞っていうディスり方してくる子だったのか。ふん、男はすぐにああいう清楚ぶった女に騙されるよ。現実に黒髪ロングの清楚な女なんて存在してないんだから。なんだか妙な説得力がありますね。ああ、心が痛いわ。静香ちゃんのことは静香ちゃんとか呼んでた俺が心痛いわ。でもね、童貞ってそんなもんだからな。とにかく、あの女は危険なの。彼女、あんなにおとなしい雰囲気出して可愛こぶってるけど、本当は束縛しまくりのメンヘラ女なのよ。ああ、その片鱗見せよったわ。見せとったな、そういえば。だから、そんな悪女から私が守ってあげようと警告してあげたのに、翼くんは私の言葉をずっと無視した。あんなの翼くんじゃない。きっとあの女に洗脳されているんだわ。いやーなんかなそう考えたらほんまに翼くんが洗脳されてる疑惑が出てきてしまうぐらいパワフルだったな、あの時の静香ちゃんは。だから私が目を覚ましてあげないと。そのためなら手段なんて選ばない。あのね、さなえちゃん、どんな理由があってもさ、犯罪は犯罪だよ。もしかしてお前、それが動機で翼を。違う。今のは何でもない。でも、今、手段は選ばないって言いましたよね。それって犯行を認めたことになるんじゃねえか。それは違う。私は翼くんを襲ってなんかいない。怪しいですね。なんだろう、まだなんかおるんか、犯人疑惑のある女の子ってのが。またさらに女の子出てくるん。いや、翼くんさ、女の子との関係こじれすぎでしょ。お前まだ出てくるんか。誰か逃げた。おい、サナエが逃げたと。言い逃れできなくなって逃亡ですか。ますます怪しいですね。どうする、追いかけるか。そうですね。今の彼女の言動かなり怪しかった。やっぱり彼女がドッペルゲンガーなんじゃ。その時だった。どうした。あ、猫彦久しぶりよ。お前、おい人間。あ、また頭の中に声が。もう時間切れだ。時間切れ。前にも言ってたら、ドペルゲンガーを放置すると本人が殺されちまうんだ。今回はもうその時間が来ちまった。だからこれからドペルゲンガーを退治してもらう。退治って、てかドペルゲンガーで確定なんあれ。調査で得た証拠をもとにドペルゲンガーの正体と動機を暴いてください。ちょっと待ってよ。核心に迫るような手がかりはまだ何も。無理だ、もう待てない。でも。それじゃあ、絶望裁判の始まりだぜ。こんな感じで展開するのか。もう犯人だと、決めつけるしかないのか。そうか。裁判所来ちゃった。絶望的な裁判所来ちゃった。だって名前が絶望裁判だもんな。絶望裁判所だもんな。また、戻ってきたのか。これはすごいですね。何なんだよ、ここ。
さあさあ、早いところ始めようぜ。あ、何の説明もなく猫彦この二人連れてきたんじゃ。この二人からしたらお前誰やねんって話になるのにな。で、また人気が増えてるじゃねえか。あ、そうか、ここあれか、絶望プリズンか、ここ。どうしましょう。間違って余計な人を連れてきちゃいました。ああ、共同さん、これは罰金ものですね。罰ゲームとして俺におっぱい揉ませてください。うん、まあ細かいことはもういいだろう。そんなことより早いとこ裁判を始めちまおうぜ。というか、この人たちは一体人間じゃねえよなって言ったら、お前も人間っぽく見えんけどな。一言言えねえよ。ほら、伸びゆき、お前が説明してやれ。うん。俺は、シロとキスケに、自分のことを説明した。ドッペルゲンガー？じゃあ、お前は、記憶を取り戻すために、ドッペルゲンガーを退治しに転校してきたってことか。初日でそれを明かす時が来るとは思わんかったな。てか、もうちょいさ、それさ、みんなに秘密にしておくもんかなと思っとったら、けど、意外と、近い人には話すんやな。まあ、そんなとこ。おいおい、マジかよ。俺は自分の名前すら覚えてないんだ。自分のことで分かっていることといえば、この謎の火傷の跡くらいしか。そうなんですね。ごめん、こんなことに巻き込んでしまって。正直、まだ頭は混乱していますが。へへへ。なんだか僕、この状況にワクワクしてきちゃいました。お前、もしかしてゲーム脳か、お前。推理ゲームとか好きなタイプか、お前。本物の推理できちゃいますよ、みたいな感じのことを考えてるんじゃないか、お前。ゲームのやりすぎだよ、お前。お前、オカウトブーとか言いながら、お前、ゲームばっかしてるんじゃないか？え？そっか。そういえば、この人、オカウト部の部長だった。おい、無駄話はその辺にして。そろそろ本題に進んでいいか。え？うん。これからお前たちには絶望裁判に参加してもらう。絶望裁判？何ですか？そのワクワクする名前は。名前の響きだけでそんなこと言うか。てか、素人と猫彦の声が大体被っとんよな。おい、素人、少し落ち着け。絶望裁判のルールはいたってシンプルだ。お前たちには、これからドッペルゲンガーに尋問を仕掛けて、ドッペルゲンガーの正体と動機を暴いてもらう。これだけだ。ドッペルゲンガーに尋問を仕掛けるって、一体、どうやって？え？呼ぶの？この世界に、ドッペルゲンガーも。詳しいことをやれば、わかるよ。とりあえずやってみようみたいな、トランプみたいな感覚で言うんじゃないよ、お前。裁判だぞ、お前。間違った人間を、に有罪判決したら、赤いやつやぞ、お前。そんなことより、ほら、あそこを見ろ。どこ？あ、あれは？ドッペルゲンガーというより、妖怪じゃないですか。それこそ、鬼太郎を呼んでこないといけないんじゃないですか。サナエさん、もしかして鬼太郎の血引き継いでない？妖怪と戦えたりしない？なんだ？あの黒い影。あそこにいるのは、これからあなたたちが正体を暴くドッペルゲンガーです。来てくれたの？ドッペルゲンガー向こうから来てくれたの？なんて優しいっていうか、堂々としたドッペルゲンガーだ。自分は無実じゃないとでも言ってそうな感じになってる。じゃあ、あいつが翼くんを襲った犯人ってこと？そうだ。マジかよ。まさか本当にこんな非現実的な体験ができるなんて。長年オカウト部をやってきた甲斐がありました。さて、心の準備はいいか。早速裁判を始めるぞ。あ、ちょっと待ってください。なんだよ。少し僕らに話し合いをする時間をくれませんか？話し合い？はい、少し事件の整理をしたいんです。どうしようかな。まあ、ドッペルゲンガーを退治してもらえるなら別にいいんじゃない？そうだね。しょうがねえ、さっさとしろよ。わかりました。
それでは早速話し合いを始めましょうか。まとめ役としてちゃんとしとんな、しろ、何々。オッケー、行くぜ。さて、時間もありませんし、とにかく事件の整理から始めましょうか。うん、頼むわ、ケンジ。今回の被害者は、弓道部の翼くんで、部室で首を、口を縫われた状態で発見されました。そういえば、翼も翼で結構やばいやつだったよな。そのやばいやつって一言で済ませていいもんでもないけどさ、まあやばいやつだったよな。裏で人気、人は裏で何してるかわかんねえよな、やっぱ。あいつクラスでは爽やかイケメンキャラなのに。彼が裏の掲示板の主だったのはさすがに驚きました。まあそういう裏の一面があるからこそ彼は襲われたんでしょう、うん、人のことをさとにかく叩いていいのは叩かれてもいい人間だけだって話だな。そういう覚悟がないと人を叩いてはいけないな。そして犯人を暴いていくにあたって翼くんと関係のある人物が何人かいましたよね。人気者だからな、人間関係があったなって。うん、まず同じ部活に入っている尾本くん、翼くんの彼女の静香さん、翼くんのストーカーの早苗さん、あとは弓道部のマネージャーのるいくん、この4人だよね。はい、今のところ怪しいのは尾本くん、静香さん、早苗さんの3人ですかね。そうだね。そういえばそういえば、今回の事件では、一つ大きな謎がありましたね。え、何？なんかあったっけ？それは、事件の現場が密室だったということです。ああ、そうだったね。物質には鍵がかかっていたんだ。どうなるとどうなる？まあ、鍵か。鍵かけて出ていった。じゃあ、鍵はどこになったかみたいな話か？ああ、でもスペアキーがまだ結局見つからんままここ来たけんな。スペアキーで操作させたとしたら、まだ犯人が持っとるって可能性が高いよね。じゃあ、この時点ですでに怪しい人物がいるよな。密室だったという事実から分かる怪しい人物。まあ、そりゃ思っただろう。鍵持っとったやもんな。うん。それは、尾本くんのことだよね。まあ、鍵持っとったもんな、やっぱ。スピアキーじゃなくて、いつも使い寄る方だったけど。確か、物質の鍵を持っていたのは彼だった。ああ、そうだな。俺は、やっぱり尾本が犯人だと思うな。それはさ、ゲームの方がさ、犯人っぽくいい表情の絵をバンバン出してくるだけに、逆にさ、ミステリーとさせてきてそうな感じがするんだよな。だから逆に犯人じゃないと思うんだよな、俺思ったのことを。だからやめろ、お前。言ったそばから出してくるな、お前。どう考えても作者さんがさ、アンボタのことを犯人だと思わせたいみたいな感じになってるもん。これ。鍵を持っていたのはアンボタだし、部屋に鍵をかけられるのはアンボタしかいないだろう。本当に、そうでしょうか。そうなんよな。まだこれはね、スピアキーがなかった場合の話。スピアキーの存在が出てきてから、この考えは、まだ変わってくるよな。まだ、尾本くんが犯人とは言い切れない理由がありましたよね。そう。鍵は一本ではなかったから。スピアキーがある。うん。そのスピアキーの存在がなかったら、尾本が一番怪しいのは確か。それは部屋の鍵は一本ではなかったからだよね。鍵を持っていたのは確かに尾本くんだったけど、体育教官室にもスペアキーが置かれていたんだ。その通りです。ああそうだった、忘れてた。いやお前、わい、なんで忘れるん。結構インパクトのある出来事だったやん。でさ、カメラ、監視カメラ見てみたらさ、重要な部分が映ってねえてねえかってお前が叫んでたんだよ。お前そんなインパクトの上がること忘れてたって、記憶、物覚えが悪いっていうか、どっか頭ぶつけたんちゃうかって話になるぞ、お前。
それでも何かお前、3時間ぐらいに一遍記憶が消える、そういう体質なんかお前。そしてそのスペアキーを盗んだ犯人ですが、監視カメラには映像は残ってませんでした。だったね。このことから言えることは、鍵当番の尾本君だけを疑うのは間違いだということですね。そうなんよな。こんな悪い顔をしているが、本当に犯人とは言い切れない。そっか、別に誰でも教官室からスペアキーを盗むことはできたわけだしな。その通りです。なのでこれ以上密室について推理しても無駄ということですね。うん。ああ。では少しアプローチを変えて犯行現場について細かく推理していきましょう。うん。お前結構まとめ役として素晴らしいな、お前。お前こういう仕事が向いてるんじゃないか？うん。翼くんが発見された時、彼は口を呪われた状態で気を失っていました。口を呪われるなんてマジ痛そう。俺なら痛すぎて必死に抵抗すると思うけど、おそらく睡眠薬で眠らされている間に沼えちまったんだろうな。でしょうね。では犯人はどうタイミングで翼くんに睡眠薬を飲ませたんでしょうか。これはだな、練習中にあのドリンク飲んで、それで睡眠薬飲んでしまったってことになるな。いけるわ、いけるわ。それは多分部活の練習中だと思う。ルイ君からの証言で、翼君が部活中に少しフラフラすると言って練習抜けたって言ってたよね。ああ、そうでした。確か翼君のドリンクに睡眠薬が入っていたんでしたね。ああ、ってことはこの時点で怪しい人物がまた出てきたよな。うん、怪しい人物。この時点ではまだ静香ちゃんと分かってないから、ファンの女の子って言った方がいいな。あれ、もう翼、もう静香ちゃんって言うんか。ああ、そういうことか。何こんなのほどな。ああ、お前が答えてくれるんかい。外したらお前が答えてくれるんじゃ。ああ、そうか。もう静香ちゃんってもう言い切ってよかったんじゃ。うん、そうだろうな。ですがそうとも言い切れないんですよね。どうしてだ。だってドリンクは弓道場の外に置かれていましたよね。ということは弓道部が練習している間、誰でも睡眠薬を入れることができたと思うんです。そうか、なるほどな。そう、じゃあ一体誰が犯人なんだ。とりあえずここまでの話し合いを整理すると、部活中に睡眠薬を飲まされた翼くんは眠気に襲われて部室に一人で向かいました。そして犯人は翼くんが寝ている部室に入り、翼くんの口を縫い付けた。犯行を終えた後、犯人は部室に鍵をして密室を作り出した。これが事件の全容でしょうね。とりあえずここまでは分かりました。ですがまだ犯人の正体を暴くことはできません。あとは直接ドペルゲンガーに尋問していくしかないか。こっから尋問パートになるんじゃ。おい、まだか。あ、もう大丈夫です。そうか、こっからが本番になるんじゃ。どっちかって言ったら。ああ、マジくたびれたぜ。それじゃあ早速絶望裁判を開始しましょうか。さあ、ここからが本番だぜ。せいぜい頑張れよ。絶望裁判開演だ。来た。こっからが本番だよな。よっしゃ、次。来たー、絶望裁判開始。犯人の正体と動機はこんな感じなん。尋問の目的の流れ、残りターン以内に穴埋め回答文に完全正解する。ほうほうほう。よっしゃ、行くぜ。簡単な流れは、
穴上回答文を確認してドップルゲンガーから何を聞き出すべきか考える。質問カードを選んで質問するで情報をゲット。もうこれで回答できると思ったらいよいよ回答に進みます。回答は尋問中いつでも好きなタイミングで行います。これに完全正解したら尋問クリアです。とにかく付き合い方に迷ったらまずは右上のボタンをタップしましょう。画面の使い方やマニュアルを確認できますよ。はあ、残りターンは左上。ゼロになるとゲームオーバー。残りターン数に応じて豪華な報酬もある。少ないターンでクリアできたらいいね。初挑戦の場合のみ報酬がとても豪華になります。ギブアップしたり最初からやり直ししたりすると初挑戦ではなくなるので注意してください。報酬で手に入る衣装は後で部屋の福引きで手に入れることもできますが、オッケー、わかりました。30ターンある。質問カードを選んで質問する。回答文はドペルゲンガーである何々には秘密にしていたが何々だった。そして翼のことを何のため、翼のことを何々のだが本人に知られてしまい、それを、あ、やっぱなんかそうだな、口を縫い付けるっていう行為がさ、その口封じのためやもんな。そもそも質問、手札の質問カードがあって、まだ質問をしていません。適当に選んでみるか。あなたは翼を憎んでいましたか。憎む目的、標的は誰でもよかったわけではないよな。これはもうわかるけんいいだろう。翼と喧嘩していましたか。喧嘩は微妙な。あなたは翼を恐れていました。恐れてはなかっただろう。愛していましたか。愛ね。愛していましたか。 GO。 YES、 愛してました。山下から引けるカードのレベルが上がる。確信し、あ、確信に迫る質問したけん、あ、ほうなんじゃ、これでよかったんじゃ。で、新しいやつ引いたらターンが増える。トップルゲンガーである。秘密にしていたが何々だった。何々だったっていうのがちょっと気になるところやな。そこでちょっと何々だったの部分をさ、うまいこと聞き出さなあかんのちゃうかなって思うよな俺。そして翼のことを何々のだが、守りたいのだがじゃないかな、ここ。うん、もうこの感じからしたらさ、この回答文からしたらもう犯人は早苗さんだと思われる。でもちょいちょい、もうちょいちょっと確実にも持っていくか。これレベル2、好きでしたか。いや、愛していましたかって質問したじゃん。それでさ、愛はしていましたが好きではありませんって、えってなるからな。俺は逆に言うもう回答していいんじゃないかって思う、始めてくるんやけども。これさ、もうすでに大体分かっとうよな。ドッペルゲンガーである。デグモサナエは秘密にしていたが、ストーカーだったかな。そしてその翼のことを、翼のことを何だった、何々していたのだが、それを何々ために本人に知られ、愛していたのだがか、それをバカにされた的な、そんな感じのことが読んで入りそう。ほうなんじゃ、ほうなんじゃ。回答してもいいんやけど、失敗してたらちょっと単数がやばなるんじゃ。あなたが水筒に睡眠薬を入れましたか。それはちょっと聞いておきたいな。イエス、入れました。素直に答えてくれるからな、こいつ。素直に答えてくれるからな、割とちょっと一回さ、回答するで回答してみようかなって思い始めてきたんやけど、
イデグモサナエだろ。イデグモなんかだ。今方にいること名字の読み方は分からんけど、イデグモサナエは秘密にしていたがストーカーだった。そして翼のこと、おお、選択肢があるねんなこれ愛していたのだが本人に知られてしまい、それを、口封じするためにか。え、マジか。サナエちゃんじゃないんこれ嘘だろ、マジか。え、マジな。ストーカーでもないんだよこれ。秘密にしていたがストーカーだって。なんか話が変わってきたぞ。え、サナエちゃんじゃなかったんじゃ。マジか。これ関係ない。反抗して、あなたは悲しいですか。悲しいとは思ってなかったはずないよ。いや、これ結構割と難しいな。他人に言えない秘密。え、確信に迫る質問だったこれ。秘密あった。秘密があったんじゃ、なんか知らんけど。え、何かこれあるぞ。レベル3 DM を送っていたのはあなたですか。これもちょっとやってみるか。これを送り込んでみたろ。違うんじゃ。あ、 DM を送った人間とは違うやつが犯人だったよなこれ。意外と、あ、違うんじゃな。なんかもうちょい、なんかこれまでの証拠とはにはなかった中で、なんか重要なものが、必要な証拠があるんか。やっぱ庭身を握られていましたか。握られとったと思うけど、とりあえずこれはイエスが出てきた。もうちょいカード引いて。ああ、待てよ、これ回答文にあったぞ。なんか同性愛がどうにかだったみたいな、同性愛だったか、そんな秘密にしていたか、あの2のところにさ、同性愛みたいな感じの選択肢あったな。女性は女性やけどさ、え、確かさ、なんだろう、容疑者リストの中にさ、ルイ君おるんよな。え、まさかさ、これルイ君さ、これちょっとさ、答えてみようかな、これで。まさかさ、静香ちゃんでもなく、さなえくん、さなえさんでもなく、るいくんが犯人で、そうか、それだったらなんか、翼くんのさ、裏のサイトのさ、標的にされそうな、ネタにされそうな感じだな。女性って言うべきか、性同一性障害っていう、こっちか、こっちやな、どっちかって言ったら。で、ここはさっき愛していたで、あっとって、それを口封じ。口封じする理由、それか。いや、でもよう考えたらそうやな。今は考えたら。止めるためにさ、なんで、口封じなあかんの、口縫い付けなあかんのって思ったわ、サナエさん。よう考えたら。サナエさんがさ、あれやな。静香ちゃんから、腹黒女の静香ちゃんから、翼くん守りたいって言うのにさ、じゃあなんで翼くんに危害加えるんだって話になるんか。ああ、俺アホじゃ。そう考えたら俺アホなことしよったわ。よう考えたらわかるはずなのにな。こういうことな、もしかして。わあ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 そういうことだったんじゃ。お前だったんじゃ。成績 A。 わ、全く関係なさそうな人物が犯人だったね。
そうかそうか、冷静に考えてみたら今思えばか。そうなぁ、翼くんの裏サイトのネタになるようなネタがよう考えたらなかったわ。静香ちゃんと早苗さんにはなかったわそんなネタ。なんで裏サイトのネタされてるんだろうなって話になったんか。もうなんじゃ。すごいな。なるほどな。探索パワードで証拠なんか最初から全部掴みきれんもんなんじゃ。掴みきれんでさ、むしろリミスリードさせられるような証拠の取得の仕方されとった感じがするわ。へえ、すごいな。吉峰瑠衣君、君がドペルゲンガーの正体だったんだね。大正解。お前知っとったみたいな言い方するな。お前まさか本当に暴くなんて。ごめんなさい、全部僕がやったんだ。お前がルイのドペルゲンガー？どう見ても本物ですが。そうだよ、僕は絶望から生まれたドペルゲンガーなんだ。あ、ドペルゲンガーって絶望から生まれるもんなんだね。絶望から生まれたって、一体どういうことですか。あれ、説明してなかったか。ドッペルゲンガーってのは本人が抱えた絶望や生闇から生まれるんだ。いや説明しなかったです。いや重要ですよそこ、割と重要なところですよそれ。絶望や悩み、じゃあルイは何かに絶望していたのか。それが同一性障害か。はい、そうです。こいつはさっきお前らが明らかにした通り性同一性障害であることを隠していた。しかしその事実を翼に知られてしまった。それに絶望したってわけだ。でもそれってただ翼くんに秘密がバレてしまっただけですよね。秘密がバレただけで絶望したというのは少々大げさな気もしますが。それがだよな。いや、それは本人に直接聞きな。もう正体もバレてしまったし、ここまで知られたら隠す必要ないよね。さっき言ったように僕、体は男だけど心は女なんだ。子供の頃から自分に違和感があったんだ。男の子と遊ぶよりも女の子と遊ぶ方が楽しくて、着る服だってズボンよりもスカートの方が嬉しくて。だけど僕は周りに本当の自分を知られることをいつも怖がっていた。みんなに軽蔑されるんじゃないかとか、そんなことばかり考えてずっと何年も男のふりをしながら、僕は女性でありたい自分を隠して生きていたんだけど、僕は翼くんのことを好きになってしまった。翼くんと初めて出会った時、彼はすごく優しくてかっこよくて一目惚れだった。自分でもこの気持ちを抑えようとしたんだけど、少しずつ彼への思いは我慢できないものになってしまったんだ。あれ、なんか言う思ったらさ、俺なんか、ボケとはいえさ、なんかこんなこと言おったな俺。もしかしてお前翼くんにそのこと好きなんじゃねえのみたいなこと言った気がするさ。え、まさかあっとったんかな。あっとったとはな。だけどもちろん翼くんにこの思いは伝えるつもりなんてなかった。それなのにあんなことが起きて。あんなこと？ある日、いつものように部活に行くと翼くんの態度がおかしくて、明らかに僕をにやついた目で見ていた。そして彼女の手には僕が書いた手紙が握られていたんだ。ああ、これお前が書いたんじゃ。手紙？うん、それは僕が前に翼くんへの気持ちを書いた手紙だったんだ。それってもしかして物質に落ちていたこの手紙のことですか。そうだよ、
その手紙は翼くんに渡すつもりなんてなくて、ただ気持ちを落ち着かせるために一人で書いた手紙だった。ああそうなんじゃ。それが渡ってしまったよな、翼くんに。だけど僕の不注意のせいでその手紙を落としてしまったんだ。ありゃりゃ、それをよりにもよって翼くん本人が拾ってしまったんですね。うん、そして僕は翼くんに呼び出されたんだ。おはよう、ロイ君。あの手紙に書いてあるこれって本気なんだよね。どうしてどうしてルイ君が書いたって分かったんだろうな。でもうん、そっか、まさかルイ君が僕のことをこんな風に思ってたなんて、びっくりしたよ。ごめんなさい。謝る必要なんてないよ。人が人を好きになるのに理屈なんてないだろ。翼くん。でもこの笑顔でもさ、裏サイトに情報に載せようとしとったんだろ。いいネタになるから黙っといてやるよみたいな感じになるんか。じゃあ僕このまま翼くんのことをずっと好きでいてもいいの？もちろん僕も嬉しいよ。ありがとう、そんな優しいことを言ってくれて。僕やっぱり翼くんを好きになってよかった。突然悪いかもやっちゃった。翼くんどうして笑ってるの？すまんすまん、まさかここまでうまくいくなんて。え、それってどういう？ほら、これ。これって、ボイスレコーダー？はあ。今の会話は全部録音させてもらったよ。そんな、どうして？そりゃ、ネタにするために決まってるだろう。ネタって？いや、こんな面白いネタ、そうそうないからな。翼くん、さっきから何を？海進学園裏掲示板ってアカウント知らないか？何それ。俺が運営してるアカウントなんだけど、そこでお前のことを流させてもらうね。もちろん今の音声データ付きでさ。そんな人の心を踏みにじることをしようとしてたんだな、翼くん。つか悪い顔してるなお前翼。なんでお前右手だけ手袋をつけてんだ？じゃあさっき言ってくれた優しい言葉は？あんなの嘘に決まってんじゃん。そんな男が男を好きになるとかキモいだろ。これが絶望だったのね。そりゃ絶望するよね。あんだけ優しいと思っていた、一回優しさを見せられたんじゃ。ああ、ルイちゃん泣いちゃった。かわいそう。まあ、今月の投稿ネタはいっぱいだから、お前のネタを投稿するのは来月ぐらいかな。楽しみにしててね。それじゃあ、俺は行くよ。じゃあね、ルイちゃん。ひどい。そこで翼の本性を知ったんだな。僕は本気で翼くんのことが好きだったのに、まさかあんな人だったなんて。僕はその時翼くんによって自分の存在を否定されて絶望に突き落とされた。それが僕というドッペルゲンガーが生まれた理由だよ。そうか、絶望に突き落とされた人間が文字通りプリズンに閉じ込められた状態でドッペルゲンガーが生まれていくからこそ絶望プリズンなのか。そうだったんですね。みんな気を使わないでいいよ。え、僕のことを気持ち悪いって思ってるでしょ。体は男なのに心は女だとかおかしいって思ってるでしょ。そんなことは
僕は今のルイ君の話を聞いて、ルイ君のことを気持ち悪いなんて、これっぽっちも思いませんでしたけど。え？確かに最初は驚きましたよ。まずかルイ君の心が女の子だったなんて。けど別にそれはルイ君の個性だと思います。むしろそれをバカにするのは人としてどうかと思いますよ。シロ君。そうだよ、シロはな、いいやつなんだよ、マジで。こんなうくさんくさい見た目してるけどね、結構いいやつなんだよ。いいこと言ってくれるやつなんだよ。実はですね、僕、ルイ君の気持ち少しわかるんです。え？僕もみんなからずっと理解されずに生きてきたので、僕は子供の頃、みんなにオカルト好きの変人とか呼ばれていじめられていました。当時の僕はすごく悩みました。いじめられないためにオカルト好きをやめようとも考えました。でも結局それは無理でした。自分に嘘をつくことはできなかったんです。それでもう無理に友達を作るのを諦めました。もう友達なんかいいから自分らしく生きていこうって決めたんです。そしたらすごく心が楽になりましたよ。は？ルイ君、もっと自分らしく生きてみたらどうでしょう。自分らしく？シロの話に関してはさ、そんな自分らしく生きてきたけど、隣にいてくれる仲間ってんがいてくれたもんよな。そうだよ。自分がどう生きたいか、それが大事であってね。みんなにどう見てもらうかを大事にしちゃダメだ。いや、見てもらうことも大事だと思うけどさ、それで自分の個性を潰したらさ、元も子ないぜ。はい。その方がきっと毎日が楽しいですよ。僕だって、本当はちゃんと自分らしく生きていきたい。もう女の子の自分を隠したくないんだ。はい。僕はどんなルイ君でも否定したりしませんよ。それに、ルイ君は一人じゃありません。僕たちでよければ何でも相談に乗ります。シロ君。その代わり、ルイ君には、弓道部をやめて、オカルト部に入ってもらいます。おいおい、シロ、それはダメ。それはダメだぞ、お前。何お前、こういう時に勧誘してんだ、お前は。冗談です。何でも相談しろよ。みんな、ありがとう。本当にありがとう。感動の青春物語が始まってるとこ悪いが。ここら辺で事件についてまとまさせてもらいます。お前らいたんだ。ドッペルゲンガーである吉峰瑠衣は、心は女性で、三影翼のことを愛していることが本人にバレてしまい、ひどい言葉を浴びせられ、絶望し、ドッペルゲンガーを生み出した。そして、事件を起こした動機は、三影翼が秘密を言いふらさないようにするためだったんですね。うん。最初から俺さ、口を封じるために口を塗っとって分かっとるのにさ、その点を最後の最後でさ、忘れとったっていうか、関係ない犯人を出してしまったんやな、俺。うん、もう一回言うけどさ、口を封じるって行為が必要なのは人間がさ、さなえちゃんでも、しずかちゃんでもなかったんよな。うん。よし、これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。これでやっとドッペルゲンガーを浄化することができます。ドッペルゲンガーが浄化されたら一体どうなるの？浄化されるとドッペルゲンガーは消える。すると本人が抱えていた負の感情も消えるんだ。そうすりゃ本人は絶望を乗り越えられるってわけさ。てなわけで早速ドッペルゲンガーの浄化に移るぜ。それではルイさんのドッペルゲンガーを浄化します。浄化か。浄化完了。けどさ、あれやな、よかった。素
タジオわさびさんの過去作ってさ、誰か一人を殺す、処刑するようなゲームだったのにさ、今回処刑じゃなくて浄化やもんな。元の人間が死ぬわけじゃないと考えれば、いい終わり方なんやな。って。浄化されたドッペルゲンガーは、光となって消えていった。これにて浄化が完了です。これで、吉峰類は、絶望から解放されて救われた。ノー、ドッペルゲンガーに殺されることはなくなったぜ。はぁ、なんだか人を救ったという実感がないですね。人の弱い部分を暴いてしまっとるからな。確かにな。まあ、とにかく一件落着ってわけだ。よくドッペルゲンガーの正体を暴いたな。お疲れさん。それでは約束通り、報酬を渡します。報酬？報酬ってことは、信行くんの記憶が戻るんですか？報酬システムなのか、これ。てか、それ、信行の記憶、お前らが持ってるみたいな感じやが、返してほしければ、みたいな感じなんじゃん、お前。はい。準備はいいな。うん。じゃあ、行くぜ。パチン、パチン、そんなんでできるん？そんなんでできるん？うぅ！指の音が鳴った途端、俺は急にめまいがして、その場に倒れ込んでしまった。これが、記憶なのか？燃えてるやー！なんか燃えてるやー！あそこ、やけどの跡ってあったなー。やけどの跡ってあったわ、そういやわ。あれは、火？熱い！苦しい！助けて。みんな、大丈夫？早く助けて。このままだと俺たち。そんな。今助けるから。火事か。火事にも含まれたんじゃ。熱っ！ぐっ！その時の傷か、やっぱり。その時の焼き鳥やったんやな、やっぱり。ダメだ。火が強すぎて、助けられない。どうすれば？そうだ。待ってて。すぐ助けを呼んでくるから。早く、助けを。呼ばないと。みんなが死んじゃう。これが、俺の記憶？じゃあ、俺の手にや。あるやけどの後は、この時に、こんな過去があったんやな。